世界エスペラント協会は、世界最大のエスペラント和社、使用者の国際組織であり、国際連合及びユネスコと公式な協力関係にある。2009年度版の年間に売れば121カ国に会員が存在する。会員は、個人会員と団体会員からなる。団体会員は加盟している70カ国の国別、エスペラント団体の構成員からなる。 また7つの専門分野別、エスペラント団体が加盟している。世界エスペラント協会は1908年4月28日にヘクターホドラーによってスイスに設立された。1947年に国際エスペラント連盟と統合し、現在の組織となる。本部である中央事務所は1955年からオランダのロッテルダムに置かれており、その他アフリカ事務所が ベナンのロコッサに置かれ、ニューヨーク事務所が国際連合本部ビル内に置かれている。1962年頃まではジュネーブにも事務所が置かれていた。毎年世界エスペラント大会を開催し、1500人から3000人の参加者がある。世界エスペラント協会は様々なエスペラントの専門的な協会と協力関係にある。日本では日本エスペラント協会が 団体加盟している。国際連合とユネスコのほかユニセフ、欧州評議会と諮問関係を持ち、米州機構と協力関係にあり、公式に国際標準化機構に協力している。世界エスペラント協会の青年の組織として、全世界エスペランティスト青年機構があり、毎年国際青年大会を開催している。詳細は、W。 プレジデント・オブ・ザ・ワールド・エスペラント・アソシエーションを参照。日本人からは、ヤギ・ヒドが1962年から1964年に没するまで務めた。ありがとうございます。